オス、プライドです。それでは前回の続きからやっていきましょう。ワンピース、アニメテッドクルーズ、エピソード2。今回は、パート25、やっていきましょう。さて、前回は、こちらね、後ろにある、水浴の島をね、探検しましたね。で、スモーカーと戦ったり、レアキャラ、ガイモンがね、出たりしましたね。で、なんか赤い傀儡の敵が出てきて、それが、PX1 に変身すると。いうことで、びっくりしましたね。もしかしたら今後も、ああいう感じで、前にボスだったキャラクターとか、雑魚敵として出てくるのかな。もしかしたらわかんないけど。とりあえずね、前回の続きからやっていきたいと思います。水浴の島後編やっていきたいと思います。それでは、レッツゴー。あ、そうだ、前回ですね、掃除機をね、手に入れまして、これね、掃除機。これで、そういえばコメントでね、教えてもらったんですけど、ここのね、綿が、なんか最初ね、どうやって取るんだこれつって、言ってたやつ。これ、あ、待って、これ取るわ。はい。OK。で、これ、どっから掃除機すればいいのこれ。なんか掃除機で取れるみたいなんで。あ、はい。いろんなものを吸い込むことができる。隠されたアイテムを入手することがあるぞ。はい。気になる場所で使ってみよう。はぁー。これで、お、お、お、待って、消えちゃう。はい。あれ？あ、消えちゃった。あ、ここで使え、こっち側で使えってことか。ちょっと待って、もう一回やろう。ここで、これを持って、使う。OK、でもゲットできましたね。教えてくれてありがとうございます。そういえば、魔人って宝の地図で落としましたよね。あれ？全部回収したっけ？傀儡は OK。ああ、魔人があと一つみたいですね。じゃあ、ここでうまくいい感じで取れたらラッキーって感じ。お、取れた！ OK！地図6の破片4。特製料理のレシピ完成。OK。あとはおめえらに言わねえわ。じゃあな。あとは海兵か。あとガイモンいますね。ガイモンがあと1枚。あ、ここですね。さあ、これを解除していく。あれ？毒が取れない。アイテム入手できないのかな？今作は。毒のやつ。さあ、宝箱があるだけかな？ですね。開けていきましょう。レッツゴー。何トラップ？びっくりした。これ何？こっちも？え、ミックスドリンク、かける3。何やねん。びっくりした。急になんか毒爆弾みたいなの出てきた。これ、え、これだけ？あー、これだけっぽいですね。なるほど。オッケー。あー、そうだ。そこのはしごちょっとかけときますか。どうしよっかな？もったいないかな？金はどう？あ、卵あるし、どうしよう。もったいないかな。いや、ここはもうね、やっていきましょう。こちらね、発動していきましょう。レッツゴー。竹7も使うの？さあ、どんどん、チャブ台返し。さあ、行きましょう。長くね？オッケーオッケー。あー、ここいっぱいマシンがいるんだ。ああ、ここにもありますね。割った。オッケー。あ、なに？宝箱があるだけ？あ、待って、やばい。いけ、危ねえ。はい。はい。何も出ない。とりあえずこれ、回収。ね、これ。謎の貝。ああ、貝ってこれ、ダイヤルか。はい。謎のダイヤルね。はいはい。怪しく光って飛ぶホタル。はいはい。危険な巣の張る雲。サンダーダイヤル。オッケー。ダイヤルね。あ、とりあえずこっち、ああ、出た。お前、待って、変身する前に。ああ、変身しちゃったわ。ああ、痛い。あれは部品。部品は手に入んないっぽいわ。ああ、じゃあ、要はね、じゃあな。痛い。部品が手に入らねえ。PX1 には要はねえわ。あ、ガイモン！ガイモン！地図ちょうだい、地図。ガイモンどこ行った？あー、古い金貨だわ。古い金貨じゃなくてさ、いや、金貨は嬉しいんだけど。いただただだ。はい。小麦粉。何このぴょんぴょんって音。何このぴょんぴょんって音。かわいい音。さあ。あ、いっぱいいる。いっぱいいるけど、地図を落とさない。残念な奴らだ。何も落とさねえのかよ、お前ら。あ、発動がありますね。海岸で釣れる貝。海岸で釣れるマンボウ。
あー、島あさりかなと、なんとか、コーラ製マンボウみたいなやつで、青が足りないと。あ、これじゃね、なんとかホタル。あ、待って、いけない。あ、これでいくの。えい。これでいけんだ。オッケー、これ何？あー、ま、もういっぱい、いっぱいいすぎ。魔人は用はないんで、まあ、ロビンチャで蹴散らしましょう。よし、オッケー。これは、あ、ホタルじゃない。ドクトル、なんだっけ、ホーネット。よし、オッケー。まあ、一応、捕獲。なんか落とさなかったっけ？何も落とさない。あー、これはいけないやつか。なるほど。こっち側は？あー、なんかジャンプできる。君たち、変身する？あー、でも変身するけど外部にはならないか。あ、またキノコがあると。はいはいはい。おいー。あー、ここね。はいはい。アドベンチャーの頃にもね、ありましたよね。あ、待って、海兵がいるから、ワンチャン。お、あれは、あれだ、ボス戦のやつだ。退職した時言ってたやつだ。わー、綿がいっぱいだ。わー、うおー、入る、えぐえぐえぐ。綿がいっぱいあるわ。ラッキー。あ、なにこれ。待って、取れる？アイテムに余裕はある。オッケー。はい。何？これ何？どうも、普通のトラッシュじゃ、歯が立たねえ。岩が目立ってきたな。確かに。うんうん。鉱石的なやつね。そいつは。そうだな。そろそろ、ツルハシを強化してところではあるな。来た。よっしゃー！よーし！ツルハシを強化するか！アップするぜ！来た。ダイヤモンドのかけらが必要と。ああ、謎の部品も必要と。強化ツルハシ。これで、ツルハシを強化できるな。今までは、まるで歯が立たなかった。硬い岩でも壊せるようになるぜ。オッケー。これは落ちて大丈夫？はい。落ちて大丈夫っぽいけど、どうやって行くのあれ。ブロックで走る？そういうあれ？あー、これあれかな、こっからなんか橋みたいなの作るのかな。君たちはガイモンに変身する？そうはなかった。あ、いた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 。ちょっとブロックでこれ走ろう。えい、楽ちん。これブロックでこういった方が早くね。オッケー。そういえばなんだっけ、マンボウと、なんだっけ、タイを入手しろということで、ここで釣れんのかな。でもここさ、敵出てくるよね。あ、出てこない。こっちからだと出てこないと。で、ちょっと、フィッシングしますか。何メートル？身近でいい？なんか帰って近くで取れたよね。はい！同じく釣られなさい！さあ。まあ、10メートルぐらいなんでね。そんなに苦戦はしないでしょう。さあ、5メートル。さあ、ドン。来い。あ、これじゃね？これ貝だ。さあ、島あたり、ゲット。貝が何個だっけ？あ、2つね。じゃあ、あと1個と、あとマンボウね。さあ、これは48メートル。これマンボウかな？マンボウって結構遠くにいるイメージなんだけど、近くなのかな？わからんけど。とりあえず、釣っていきましょう。あ、でも弱くね？弱いというか、暴れない。あ、暴れる、暴れる！暴れるわ、危ねえ。さあ。まあ、釣りもね、ちょっと強化したいですね。結構使うっぽいんで。オッケー。さあ、残り10メートル。このまま一気にいっちゃおう。よいしょ。どこらせ。誰？誰？ミサイルマンタ。ミサイルついてるわ。どういうことやねん。どうやって食うねん。お、迫撃砲弾。なあ、フランキー、こいつを使えば、あの砲弾が作れるんじゃないか？怪獣や、海洋類相手に使うあれだよ。へえ、何？なんか、ダメージ与えられるみたいなやつ？ミサイルマンタ、強力な爆発を起こす道具、爆弾？ほうほう。いや、そうじゃなくて、アサリとマンボウがね、欲しいんですよ。はっ。うん、40何メートルはちょっとあれかな？遠すぎたか？射程範囲内みたいな。マンボウ範囲内じゃない？まあ、アサリはゲット。
マンボウはちょっと調べますか。わかんない何メートル、マンボウは10メートルからまあ46メートル付近みたいですね。まあ、とりあえずじゃあ適当に投げて46メートル以内だったらいいと。はい、さあ、オブネー。結構釣りやすいみたいですね。さあ、来い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 。わ、釣り強化してえな。これっぽくない？あとマンボウだけなんだよ。マンボウ何匹必要だっけ？一匹だよね。違ったっけ？さあ、ドン。あー、アサリ。ちょっと、マンボウ釣れるまで粘りましょう。さあ、これは？よいしょ。あ、これだ。来た。マンボウ来ましたね。凍らせマンボウ。これで大丈夫かな？ OK！あとは、青のポイントですね。あ、竹でいけるわ。ちょっともったいないかな。まあ、でも、あそこで取れるし。まあ、いっか。OK。さあ、これで発動できますね。やっていきましょう。レッツゴー。さあ、どうなる？さあ、ドン。さあ、海のところに行って、どうなる？あ、骨がある。それが？どうなる？今度は何だろうな。ん？なんだろうな。お、何？あ、チョッパー。かわいいな。無邪気だ。今日の晩飯だな。よっしゃー、たっぷり拾っとけ。今日の飯だ。おお、お宝か。なんだ？なになになに？あー、チョッパー、バイバイ。ごめんのことは忘れねえよ。じゃあな。バイバイ。顔。はい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 。かわいい。これあれだ。アドベンチャーの時にもありましたよね。このなんか、でっかい恐竜の骨みたいな。はいはいはい。あー、ここのやつだったのか。なるほどね。あ、待って、これ上の方にさ、もしかして宝箱あるんじゃないこれ。こっちだよね、確か。宝箱はない。あれなかった。前作ここあったんだけどな。前作っていうか、アドベンチャーの頃。これでいけるようになったと。ボス戦がいける？ブルックにして、走っていくか。あれ、あ、え？よいしょ、危ねえ。ジャンプはしなくていい。あ、待って、痛い。痛いっていうか、やめてくれ。走っていく。これ走ってたかい？さあ、おお、パンダマンがこのとこにいる。何やってんの？挟まった。かわいそうに。ああ、シュン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 やめてくれ。さあ、ちょっとボス戦やっていきましょう。せっかくなんで。まあ、ここに来るのはね、ちょっと大変そうなんでね。ちょっとやっていきましょう、今のうちにね。で、強制期間かな、もしかしたら。ブルック、ゾロかな？ゾロゲ？また。ちょっとナミさんはね、HP がやばいんで。とりあえず、ゾロで行くか。はい。あ、倒せるっしょ。さすがに。え、なんか二人？あ、そういうやつ？デュオパターンね。はいはい。コンビパターン。ええシャンクスとミホークやん。ミホークはね、そんなに苦戦しないとは思うんですけど、シャンクスか。シャンクスはやばいんじゃないか。はい、カンカンカンで。かっこいい。かっこいいな。楽しいね。楽しいね。強き者よ。いやー、やばい。やばいよ、これ。見せてもらおうか。見せてもらおうか。見よ、赤髪。はいはい。若き力がここまでやってきたぞ。はいはい、ああ、鷹の目。え、ここミホークじゃないんだ。久しぶりだ。ミホークだけかと思ったわ。はいはい。シャンクス。鷹の目と赤髪。かぶった。王家七部会と四皇が。はいはい。同時に出てくるなんて。やばいな。これ終わったかもしれん。七部会と四皇だと。四皇だと。お化けより恐ろしい。そうなのか。お化けの方が怖いと思うけどな。己を知り、世界を知り、うん、少しは強くなったか。ロロロ。ああ、もちろんだ。そうな。わかんないの。一部に負けねえ仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて、海賊王になるんだった。そうだ。その通り。どうだ、はい、その後は。最高の順調じゃね。うん。あとは順調順調。世界一の財宝を見つけて、海賊王になるだけだ。そうだな。あ、そうか。なってやるぜ。だったら見せてもらおうか。
お、やるか？お前たちの覚悟がどれほどのものだろう。お、さこいよ。上がってこいよ。ね、いっぺんに出てくるのこれ。そうだよね。ディオだもんね。ディオだもんね。なんか、あ、でもシャンクス体力、あ、でもめっちゃダメージ。めっちゃダメージ。でもめっちゃダメージ食らうと相手。これ、これじゃない。足だけ？はい。足だけ。足だけだったわ。えー、って、もうそれよ。もうこれシャンクス先倒さないんじゃない。こいつが一番厄介なんだよ。よいしょ。あ、やっぱりどっちも覚醒してる。なんかいろいろ忙しい。あ、やばいかも。あ、ありがとうゾロ。あ、でもちょうど SP がね切れてたんで、まあいいでしょう。フランキーにするか。広範囲だしな。さあ、シャンクスは一撃ぐらいでやられる。あ、シャンクス当たってない。やばいんじゃないこれ。やばいんじゃない。あ、ミホークは倒せた。さあ、変態パワーを見せてやれ。当たらない。ちょっと当たらない。痛っ痛っ。相変わらず痛い。あ、痛い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 。こいつ痛い。強い。相変わらずシャンクスは強いな。ソップか。あ、当たらないんじゃないこれ。大丈夫。当たらなさそう。痛い。助けて。これでこれでなんとか。よいしょ。なんとか当たってくれ。あと一発ぐらいなんだ。当たらない。ちょっと動きが遅いな。やっぱ発動がもっとパパとやってくれ。当たった。オッケー。ラッキー、ラッキーショット。さあ、これでミホークシャンクス撃破ということで、オッケー。いや、まさかこの二人が出てくるとは。さあ、取っていきましょう。さあ、ガブリと二人分ね。え、二人分ゲロゲロと。あれ？一個。あれ一個なの？二人分ちゃうん。最大 DP、青が、6。緑が6。赤は7。で、金色が2と。OK。すげえんじゃねえか、俺たち。うんうん。最強だな。おう。そうだな。最強だと。本気じゃねえな。本気のシャンクスが、あんなに弱えわけだ。確かに。そりゃそうだ。俺たちが目指す場所は。確かにな。ああ、遠いな。ああ、まだまだだ。そうだな。ねえ、ルフィたちの目指す場所ってそんなに遠いの？うんうん、そりゃもうね、めちゃくちゃ遠いよ。多分。なんと遠くだ。うんうん。諦めようとは思わないの？そりゃね。海賊のドクロのマークかな。うん。決して折れねえ信念の象徴なんだぞ。お、言うね。俺たちは。そうだな。夢を追うことを絶対に諦めねえんだ。お、かっこいい。ああ、うん。夢とは人間の欲望のようなものです。そうだな。ああいうことをしたい、こういうことをしたい、そういう気持ちを夢というのです。うん、欲望？それは捨てる。まあ欲望を捨てるのはちょっとね難しいんじゃないか。まあ煩悩的なやつだよね。まあなかなか難しいな。人の欲望は尽きない。そうだな。あれもしたい、これもしたいみたいなね。もっとしたいみたいなね。時にそれが元で争うこともある。まあそうだな。醜く奪い合い。人間の欲望がね。多くの人まあぶつかり合うとね。そうだな。そういうパターンもあるよな。だったらみんな捨ててしまえばいいのに。まあそれができたらね、苦労はしないんだけどね。だがな、うん、夢は人の生きる力の源だ。そうだな、それもあるわ。うんうん、夢があるからなんか目標になって前に進めるみたいなね。夢があるから、うん、人は生きている。お、うまいこと言ってる。いいこと言うじゃねえか。お、いいこと言うじゃん、ランキー。さすがやな。スーパー。そうよ、一
人の欲望は悪いことばかりじゃないの、うん、まあね、悪いその思考の人もいるけどね黒ひげみたいな。次のお宝目指して張り切っていくわよ。おし行くぜ。欲を出しすぎるのもどうかと思うぞこの中で一番欲あるのナミさんだからな。夢か、うん、なんか夢あんのガブリも。さあ船にね戻ってきました。もなに、はい、あう、おめえら宝箱は船に積んでおいたぜ。すでに大ニュースだな。ニュースってまた部屋の鍵を作ったぜ。今度はお待ちかねの船尾側の船底部だ。船尾側、それじゃなくの城ってことか。ってことはついにウソップ工場本部と、おや、俺様のフランキー兵器開発室が使えるってわけだ。よっしゃ、ウソップ工場本格始動だ。腕が鳴るぜ。さあコネクター、ああはいはいはい、フランキー、兵器開発室が使えるならまたあれを作れるんじゃないのか。あの大技を放つコネクターをよ。なんだっけコネクターって。高品質の鉄鉱石、アリ地獄の硬い外皮。ああ、アリ地獄ってあれか、あの砂漠島の。え、分かったっけ。オッケー。お、クリマタクト修理、ウソップ工場本部がオープンだぜ。ナミ、これでお前のクリマタクトも完璧に整備できるぜ。待ってろよ。アリ地獄の成虫虫ってこと？オッケー。さあ、船尾側？てか、宝箱はどこ？あれ？宝箱どこ行ったあれ？宝箱はどこ？どこに運んだったっけ？あ、ここか？もしかして、ここ？ここを、あ、ここね。はい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 。オッケー、これで。あ、関係ない。関係ないっていうか、あれ、普通にメニューでできるやつか。こっちは？こう進む。あー、こっちだった。ここか、宝箱。はいはい。さあ、開けていきましょう。塩の結晶。はいはい。ソルトね。ソルトボールのやつ。はい。かける3。金の方角、オッケー。なるほど、オッケー。ちょっと、釣り強化していきますか。はい。レッツゴー。釣り糸強化。釣り糸の長さを伸ばす。より遠くにキャスティングできる。ちょっと、釣る橋作りたいですよね。レベル4か。で、ダイヤモンドのカッケーラーが必要と。料理もちょっと作っていきましょう。毒を中和する薬。あ、でもさ、渡ってさ、ここを行ったり来てればいいんじゃないの。ここを往復してれば終わりそう。とりあえず毒消しパウダーを作って、こちら、料理の、これ、サソリの唐揚げ、作っていきましょう。レッツゴー。さあ、どんな料理？はいはい、どん。もうサラダやん。どこが唐揚げやねん。とりあえず、ツッコミどころはね、満載ということで、相変わらずね、3時の料理は。サソリの唐揚げ、サソリを油でカラッと揚げた料理。外見は、ホクワクだが、食べると精がつく。ほんまかなにこれ？誰にも使えないよ。誰にも上がらない。ね、これ。そうですね、サンドイッチ作っていきますか。またね、料理何回以上しなきゃいけないみたいなのあるんでね。まあ、とりあえずサンドイッチ作っていきましょう。はい。まあ、ウソップ終わらせるか。はい。あ、そうだ。開発で、これ、釣り強化していきましょう。ちょっと釣り強化やりますか。次の島行きたいんですけど。とりあえず。釣り糸強化と、アトラス、カブト。あれをちょっと取りたいですね。あ、いる！いますね。これこそチョッパーだろ。で、ちょっと高めだから、ワンチャン結構近づいてもいける？あ！マジかよ、もう。結構捕まえるの難しいのかな。僕が下手なだけかもしんないけど。こっちにもいる！なんか結構出るんじゃね？あれ、レアキャラだと思ってたんだけど、結構出ますね。はっ！嘘、むずくね。あ、ここにもいるわ。え、めっちゃ出るやん。レアじゃない、もしかして。レアキャラ的なあれだと思ってたけど、レアではなかった。もしかして。はっ！オッケー！来た！俺が捕まえた！やっとだ。さあ、アトラスオオカブト来た。あ、来た。アトラス彗星来た。これだ！こいつの姿を見ていたら、インスピレーションが浮かんだんだぜ。曲線軌道を描く、新しい飛び道具だ。アトラスオオカブトがあと1匹と。で、ヘラクレスオオカブトは持ってると。で、ゴムの実が必要と。オッケー。さあ、こちらね、発動させていきましょう。レッツゴー！というわけで、ゴキゴキが、シュ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 、ドーンドーンドーン、グローニャーって。オッケー。じゃあ、登っていきましょう。登り方かわいいな。これ何？はい。
ゴールデンカーディツー来た。ナミさんのために考えたよ。お、フルーツのマチュドニア。この海域は珍しいフルーツが多いぜ。レディーたちのためにいろんなフルーツを盛り合わせたデザートでも来るかね。ゴールデン果実、青い果実と赤い果実が必要と。あと、褐色の果実、青はすぐそこにあったよね。オッケー。赤は、砂漠島だっけ？オッケーオッケー。青はここにあるよね。はい。よしよし。そうだ、あと謎の部品も必要なんですよね。これって行ったり来たりしてればあれかな。PX は何体でも出てくる。何体でもっていうか、その、何回でも部品取れるのかな。この状態でやってもダメだよね。早く変身してくれ。よいしょ。まあ、取れない。で、戻る。消す。もう一回行く。あ、これ何、何回でも行けるわ。で、取れる。取れない。倒しても出ないと。じゃ、謎の部品だっけ、あれは低確率なんかな、もしかしたら。じゃ、とりあえず一旦借りましょう。レッツゴー。まあ、とりあえず釣り強化しつつ。オッケー。あ、そういえば、何本レベル、あれ必要な。開発、レベル4。強化トラップを10個作成。10回作れってこと？あれ、1回作ると10個もらえますよね。そうじゃなくて、強化トラップ自体を10回作れってことか。じゃあ、あと9回そんなに作んなきゃいけないの？マジか。なるほど。特色カヤックを100回使用。エンリーの粉末を100回使用。使用ってなんだろう？あれかな？素材として使用すればいいってこと？なるほど。オッケー。3時は？ 3 時も料理いっぱい作れみたいな感じだよね。多分。4回。あと何回？わかんない。あと2回ぐらいかな。2、3回ぐらい？でも料理結構作ってると思うんだけどな。あと2回ぐらいか。オッケー。で、ちょっとこの辺、パパッとやっておきましょう。まあ、まず、とりあえず、釣り糸強化。釣り糸は？あと何レベル必要？今24。結構上げたな。24ってことは？俺マックス何本？30ぐらいだっけ？とりあえず30目指してみますか。まあ、サニー号とね、ここ、行ったり来たりするだけなんでね。さあ、65個集めてきました。こちらね。これで足りるっしょ、大体。さあ、ちょっとね、強化していきましょう。レッツゴー。さあ、こちら、作っていきましょう。7個作れるわ。さあ、レッツゴー。釣り糸強化。はい。これで、お、マックスになりましたね、とりあえず。オッケー。で、強化トラップを作んなきゃいけないと。これで、2回目。はい。さあ、2個目。20個。オッケー。お、来た！開発、レベル4。より複雑な開発が可能に。オッケー。スキルレベルアップ。これでようやく、レベル4のアイテムがね、作れるようになりましたね。強化ツルハシ。これがね、謎の部品がなかなか出ないんですよね。やっぱ希少アイテムなのかな。ダイヤモンドのかけらは、どこで取れんの？この辺で取れんのかな、またなんか、どっかに。あんのかな、まあ、とりあえず、ちょっと、ツルハシ、やってみようかな。お、来た！地図5の破片4。最も強力な巻き上げ機。完成。あれでもここ、ここじゃね？この島だよね、多分。なんか骨あるし。あ、これあれだ。ミホークとシャンクスと戦ったとこ。ちょっと行きましょう。おそらくここですよね。なんかめっちゃいっぱいいる。早く振って。オッケー。さあ、ゲットしていきましょう。最強のリール。来た。これ海洋類だよね、多分。あ、持てません。さあ、これで取れるはず。最強のリール、オッケー。いっぱい区別ここいるな。ここ、レベル上げとかでも良さそうだけどね。こんなもんかな？あ、この上、行けたこと？これ登れんの？ここ。あ、登れるわ。普通に。あ、前、登れなかったよね。あれ？登れたっけ？これ登るとなんかあんのかな？オッケー。登って、どうなんだこれ。あ、なんか敵いるわ。いて。いて。敵がいる。ちょっと待って。いた。あ、これ登れるんだ。なるほど。まあ、登って、何があんのこれ。とりあえず、行けるところまで行きますか。この辺だっけ、チョッパーが、うわー、助けてくれーって、言ってたやつ。はいはいはい。ここまで来たよと。おー、なるほど。んで？なにこれ？こっから行けない。
これだけ？これだけっぽい？まあ、とりあえず掘りましょう。開発レベル5は、アトラス彗星を作成と、強化ツラシを作成。なるほど。ああ、あとアトラスオオカブト1匹と、あ、ゴムだけか。じゃ、ちょっとやりますか。これやって、ちょっと終わろうかな。よし、オッケー。さあ、アトラスオオカブト2匹目、ゲット。これで、あとゴムだけか。ゴムの実はこの島なかったっけ？多分ないよね。なので、ちょっと一旦砂漠島に行きましょう。あ、待って。そう、一旦ちょっとクマのロボットのやつ。PX だっけ？ちょっと、あの人から謎の部品だっけ？あれちょっと取りましょう。取りましょうっていうか、本当に低確率な、あれって。せっかくね、ここまで来たんで。ちょっと、ちょうだいよ。お兄さん。盗めないわ。これずっとやってればさ、そのうち盗めんじゃないの？それとも一回入手できたのはたまたま運が良かっただけ？取れないな。とりあえず一旦帰りましょう。ちょっと時間が押してきてるんで。まあまたそのうち、あれか、いっぱい出てくるんじゃないの？PX1 だっけ？とりあえず帰りまーす。で、一旦ね、砂漠島向かってゴムの実回収しましょう。あ、次の目的地出ちゃってるわ。まあいいでしょう。さあ、ここにね、二つあるんで、回収しましょう。よいしょ。オッケー。あと二つか。この視点でね、うまいことキャッチできれば、二つ取れんのかな。まあちょっとね、難しいですけどね。この宝箱は何だろう？どうやって行くの？どうやって行くんだろう？この辺壊して、足場を作る的な。あ、なんかジャンプできる。おー、こういうこと？ 3、4、いけ！ちょ、むずくね？この、いけ！オッケー。いけた。これで、これ。この宝箱を回収しましょう。毒消しパウダー、それだけ？それだけだったわ。そういえばなんかコメントでね、教えてもらったんですけど、これが破壊できるらしい。あれ？ちょっと待って。出てこない。早く。早く。攻撃すりゃいいのかな？それとも、つらせて殴った方がいい？あ、いけ！早く。消えちゃう。お、壊せた。おー、硬いから？これ？ありがとうございます。アドバイスね。壊せましたね。オッケー。これ何に必要だっけ？あ、これか。コネクタですね。10個これ10個も必要なん。巨大アリ地獄の体からハゲたから。なるほど。でもなんとか取れましたね。オッケー、ありがとうございます。でこっちでも取れるってこと？痛い。これ毎回食らわなきゃいけないの？これ敵。あ、落ちていく。どこまで飛ぶねん。飛距離がすごい。オッケー、これで4。もう雑魚敵がうっとすぎる。これで 6？ まぁ、ちょっと、ついでに集めときましょう。こっちにね、来た時に。とりあえず帰るわ。クワガタないんで。あ、ここにあるやん。そういえば。この入り口。そういえば忘れてた。ここに2つ固定であるやん。もう最初からここで、よかったやん。痛い。この最初のところ。そうだ、忘れてた、すっかり。オッケー。で、これで、作れるよね。あ、作れますね。アトラス彗星。作っていきましょう。これ作って今回終わりにしましょう。さあ、こちらですね。アトラス彗星作っていきましょう。レッツゴー。よいしょ。さあ、俺に任せろ。おー、忙しい。ドーンドーンドーン。完成だ。さあ、新アイテム、アトラス彗星。4つに分かれて飛ぶパチンコ玉。ウソップといえばやっぱこれですよね。アトラス彗星。必殺、アトラス彗星が撃てる。オッケー。お、来た。派生技習得。必殺、アトラス彗星。光栄学4つの弾丸。これ確かアドベンチャーの時もあったよね。なかったっけ？ちょっと覚えてないんですけど。A ためね。オッケー。あとは、強化ツルハシを作成。これね、あれがね、謎の部品が全然出ないんですよね。クマちゃんから。クマちゃんっていうか、ロボットから。別にこれ今すぐ作んなくてもいいのかな？もしかして。おそらくね、後で、PX1 だっけ？ロボットクマちゃんは、それなりに出てくると思うんですけど、おそらくね。あと、ダイヤモンドのかけらも、あと5個必要だし。まあ、とりあえずこれは後回しでいいかな？今すぐ必要ではないかもしれないんでね。とりあえずは。ちょっと作っとく？もう何個作ったか覚えてないんだけど。とりあえず、1個ずつの方がいいのかな？連続でも一緒だよね。はい。まずウソップでしょ？ウソップ。よし、オッケー。とりあえずね、今回はこの辺で終わりにしましょう。セーブしてね。はい、それでは今回ね、この辺で終わりにしたいと思います。
さあ、次回はですね、新しい島、次の島ね、向かっていきたいと思います。今回はね、結構いろいろ作ったり、まあ、いろんなとこね、探検したりしましたね。で、シャンクスとミホークがね、出てきて、なんとか無事ね、倒すことができましたね。相変わらず、シャンクスは強いですね。ということで、次回も頑張ってやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次回お会いしましょう。さらば。